こんにちは、チョメです。今回は俺が薬草を取りに行くっていうゲームをやっていきます。ちょっとね、土日はね、新規のフリーゲームか、私がやるね、新しいゲームか、なんかすぐ終わる、なんかプレイ時間が少ないね。とにかくね、土日はね、新しいね、動画を投稿して、平日の月曜日から金曜日は、今までやってるパート2とかパート3とか、なんか続くやつをね、やっていこうかと思います。出ないとね、飽きられるからね。はい。今後のね、このチャンネルの方針に関してもね、雑談配信をあげまーす。後日。お、お兄ちゃん、もう少し、これなんだろう。なんか私さ、自分と似た、境遇のゲームを選ぶのかな。え、なんか可愛いから選んだんだよ、このゲーム。だからこのお兄ちゃん、お兄ちゃん結構強いんだから村の警備なんて、いや、私は自宅警備してますよ、今。悲しいけど。え、嫌だよ、魔物が出るかもしれないし。もう、そのための警備でしょ。なんか引き寄せの法則、なんか似たのを引き寄せるのかな。うぐ、苦しい。え、おい、どうしたんだよ、急に。あ、大丈夫か。あ、娘のためなら出れるんじゃない、兄が。あと1週間の命って本当かよ。私このまま死んじゃうのかな。なんか診察早いね。誰が診察したんだろう。お前のこと絶対なんとかするからさ。お、森の奥にだけ生えている薬草なら助かるかもしれない。お、すごいね。でもそんなのあったらさ、村中の人たちがさ、もう根こそぎなんか取ってからさ、自分の利益のためだけに取ってるんじゃない。あ、何これ、なんか画像サイズが合ってない気がする。ちょっと待ってよ、ブラウザを伸ばしてみるわ。これブラウザーゲームなんだよね。あ、お、伸びた伸びた、ほいほい。微調整、ちょっと怠け者。あ、じゃあ動けるって感じか。せーで、これね、ウェブでできるんですよね、ゲーム。すごいよね、最近。昔は一回ダウンロードしないとできなかったからね。こういうゲーム作れる人もすごいよね。私まだね、ウェブでやるっていうゲームは作ったことないんだよね。まだちゃんと、なんかダウンロード方式のゲームでしかまだ作ってない。簡単なのかな。妹が大切にしているぬいぐるみだ。うん、お兄ちゃん気をつけて行ってきてね。お、親切設計。なんか、っていうことはさ、あ、妹の人。お風呂とかどこあるんだろう。見かけないけど。ファイヤー。誰だったっけ、そのプロレスラーの人。私昔大好きで見てたような気がする。ファイヤーっていう人。あ、大仁田さんか。あれ、なんかね、大好きで、金網デスマッチのビデオとかね、レンタルしてね、見てた記憶があるわ。なんて言うんだろう、友人たちと集まって。お、ナウローディング。大丈夫かな？私の今日のね、通信回線があんまり良くないんだよね。お、で森の北って言ってたよね。た、誰かが来たら恥ずかしい。樽を見ると何もしたか。私ね、こういうね、なんて言うんだろう、関係ないところで調べる癖があるんだよね、昔から。RPG とかでもそうだけど、洞窟とかでも一本道じゃなくてね、寄り道してね、行く派だからね。森。お、親切、親切。お、何これ。ちょっと待って、攻撃の仕方がわかんないんだけど。え、話せばいいの。ちょっと当たってみるか。おお、そういうことか。スライムが出現。兄は先手を取った。へえ、なんかアクションゲームかと思ったら、あれだね、当たってアクションのやつか。当たって戦闘のやつか。お、レベル2に上がった。ということは、レベル上げした方がいいのかな、これ。ほい。わかんない。取ってくるだけって言ってたけど。てか、兄強いな、意外と。怖いとか言ってたけど。まあ、スライムだからか。なるかさ、RPG ってさ、始まったら、どのゲームもさ、スライムとか弱い敵だよね。もし、あ、薬草だ。お、これが薬草かな。ちょっといただきますよ。大丈夫、ボス出る。おお、ここの主か。うわ、なんだあれ。キシャー、どういう鳴き声なんだろう。気になるわ。食人か。魔法はヒール、スパーク。ちょっとスパーク使ってみるか。雷。おお、よっしゃー。意外と弱かったわ。兄の勝利。お、レベル3になったよ。ああ、びっくりした。また出てくる前に帰ろう。これ
はね2分ぐらいでクリアできるって書いてあったんですよね、レビューに。もう5分経っちゃったけど、うん、結構手軽かなって思って選びました。じゃあ回復しとこう。はい、セーブも一応しとこうね。はい、これは薬草。お兄ちゃんありがとう。さあ早くこの薬草を使うんだ。使えるのか。どうした、私お兄ちゃんに謝る。あ、こいつ嘘ついたのか。あー、道理で誰も診察する人がいないと思ったわ。あー、お医者来たんだ一応。お医者さん、お医者さんは見えなかったけど、うん、兄ちゃんがあまり働かないのは私のこと嫌いだからと。いや、そんなことつい頼ってしまってごめん。うん、俺働くよ。私の方こそごめんなさい。もういいよ。もともとは俺がいい。なんかいろいろ今の私に考えさせられるゲームなんだけど、短いゲームだけど結構ね、心に響くわ、言葉が。自宅警備はやめなさいって。まあ私はいろいろ今ね、ホームページとか、運営してるんだけどね。運営って、そんなすごくないけど、やってるって感じだけどね。うん。あはは、もらった。え、どういうことどういうこと、この、え、なになになに、妹だったもの。え、どういうことなになになに、いつの間に好きだらけだったか、あんたがいない間に取り付いたの。あ、なんか新しいのが来たのか。どういうことどういうこと、まずはあんたを殺してから村を滅ぼしてやる。ちょっと急展開。アナウローディング、これやっぱ私の通信。あー、かわいい。魔法スパーク使うか。はい、行こう。こいつの方が強いのか。155ファイヤー、マック中に結構強いな。防御とか意味ないよね。ポーション500、はい、攻撃102。やっぱあれサンダー使った方がいいか。マーク、うん、あんま買わなかった。大丈夫、妹倒して。妹めっちゃセクシーなんだね。お兄ちゃん、私を助けてくれたんだね、ありがとう。元に戻ったのか。うん、でももうダメみたい。あの、俺はどうすればよかったんだ。まあ薬草。うん、おー、回復した。お兄ちゃんよかった、薬草が効いたみたいだ。うん、もう大丈夫だよ、ありがとう。お、マジか、兄弟愛がすごいな。ダウンローディング、村と妹と娘を村を守り、少し自信のついた兄は真面目に働くようになりました。おしまい。よかったね。はい、今回は短編 RPG をちょっと実況してみました。俺が薬草トリンク、うん、結構ね、私個人的には結構考えさせられるゲームですごくいいと思いました。うん、最後はね、見てくれてありがとうございます。ショミでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。